こんばんは。バンコン。どうもどうも、こんばんは。こんばんはです。今日は22時から、まあ1時間ほどやろうかなって考えてます。バンコン。おきぽよ、ぽよじゃないです。おきぽ、おきぽだよ。珍しいオイル、これね、今日買ってきました。古着屋でトレナ、紫、紫、超たまにはたまにはたまには。今日はね、古着屋でお買い物してきたんでね。おきぽ、おきぽはあのあれです、まいちゃんがよくおきぽって言うんで、まあちょっとあだ名として一個作ろうと思って、おきぽ、おきぽです。おきぽんじゃなくて、おきぽん、おきぽんじゃない、おきぽ、おきぽです。うん、まあそんな感じで、ヨロです。よろしくお願いします。そう、今日ね、古着屋さん行ってきたんです。なんか最近古着屋にしか行ってないかもしれない。ない買った、もうめっちゃね、買ったよ、すごい買った。枕の布団の下に隠してる。全部安い。もう最近ね、古着屋でしか買ってない。チェックのシャツ、これ700円。700円買った、チェックのシャツ。うん、私同じようなのしか買わないからな。黒のシャツ、なんか光る、めっちゃ光る。黒のシャツ、これは何円だったかな、これ500円とか600円とかで、まあスカート買ったんですけど、スカートは向こうにあって、これが700円、これトレーナーが700円。うん、で靴下買いました。全部メールで見せたんだけど、色違いの靴下、これは普通の古着屋じゃないところで3足1000円です。最近ね、古着屋てかもうね、あのどんどんね、もう回していこうって思って、回していこうっていうのが、もう新しいの買ったら着たやつは売っていこうって思って。うん、ちょっとね、うん、そうしないとね、回っていかない。うん、経済も回っていかないし、私の私服もルーティンしていかないから、着たら売る、握手会とか、まあ普通にプライベートで1回2回着たらもう売る、古着屋さんにレッツゴー。うん、する、うん、売る、捨てるのはもったいないから売る、そしてまた買う。古着屋で服を買う。うん、うん、高く売れますか、いや分からん。古着屋で買ったやつを古着屋で売るから、そんなにプラマイゼロかもしれない。まあでもそんな感じですね。うん、根がつくかも。アイドルお気に入りが来ましたって。いやー、そんなちょっと、まあ、それ言っても普通に売れないから。そんなことはしませんけど、うん、こうもね、あの握手会とかね、おしゃれをする機会が増えたらね、本当に、うん、
そのファンの皆さんって結構ね細かいとこ気づくから、あれそれこの間着てたやつだよねみたいな、そうですみたいな、まあこの人同じ服ばっか着てるって思われるのもね、ちょっとやっぱ乙女たるものね、最近おしゃれに興味が出てきたから、うん、乙女たるものね、乙女たるものちょっといつまでも新しい自分でおりたいので、新しい優香を見せたいのでね、ちょっとルーティーンさせていこうと思います。ごきげんよう。いやー気回ししすぎた、しすぎたから、悪い意味で言ってないのは分かるんですけど、ちょっと同じ服ばっか着てるのはあれだなと思ってね、新しいの着てみる。お腹すいた、今日何も食べてないことはないけど、そんなに食べてない、お腹すいた、タピオカ飲んだんですけどね。似たような服ばっかりじゃ、そう私ね同じような服ばっか買っちゃうんですよね。今日もねスカート買ったんですけど、もう その似たような形で同じような色のスカートもう5着ぐらい持ってるんですよね、すでに。うん、でも可愛いと思っちゃうからな、可愛いと思っちゃうからな、なんとも言えんわ。それはマイキューのテレビに録画したんでしょ。録画してないよ、私テレビそんな見ないから、何にもしてないはず。なんかしたっけ、全くわからん。冒険できないタイプ、服ね冒険しないね、中学高校までは自分の意思で洋服を着てなかったから、なんか全部妹が割とおしゃれさんだったから妹のやつ勝手に着てたりとかしてたんですけど、最近自我が芽生えた。お洋服について自我が芽生えてきた。でも古着が好き、古着系が好き。あとはもうブラウスと膝丈スカートが好きだから、その組み合わせが多いかもしれん。妹はね年下、年子です、高校3年生今。うん、昔からおしゃれが好きなんでね、私とは正反対に、私はねどっちかっていうとおしゃれよりメイクの方が好きでね。うん、ピンク系はいかないな、絶対いかない。あんまり好きくないんですよね、ピンク。服のピンクが好きじゃないの。合わないから顔が。進路どうする妹ちゃん、知らない。全く分からん。そういう話しないんでね。これ白じゃない、紫。紫色でございます。マイキューが横顔好き、横どっちの顔だろう。どっちの顔だろう、こっちかな、こっちかな、横。謎やな。花が好き。花はね特にね褒められたりするほどでもないけど、別に花は特にコンプレックスではない。私顔だったらこっちが好き、こっちの顔、こっちはねあんまり好きくないです。だからねなんか写真撮るときにね、こっち側違う、なんか同じ、私と同じこっち側の向きでこうやって写真撮りたい人がもう一人いたらちょっと困る。あちょっとあまあいいよこっちでみたいな
感じになるけど、私はこっちで撮りたい派。こうやってこっち、こっちが、そうそうそう、だから写真会とかでもこっち側で来られたら、あ、こっちこっちかってなっちゃう。本当はこっちがいいの、こっちっていうね、謎の、実はそういうのがある。実はこっち側が好き。そう左側が出る方が好きとか、自分の好きな顔、何が違うんだろう、何だろうな、うーん、分からん、分からんけど昔からこっちです。決め顔するよ。聞き顔、なんかね、顔がまだマシに見える、こっちの方が。お腹空いた。お腹が空いてしまった。今日なぜ10時？うんね。早めに終わらせてご飯行こうと思って。食べてないから。あんまり遅くしたら23時とかにしちゃったら。さあ、ちょっと体に悪いから、うん、そう、終わったら買いに行こうと思ってそう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 、だからね、早めにやるの、今日は。今日23時の女じゃない。ヤンキーに絡まれないで。広島ヤンキーいない。広島ヤンキーいない。マジ。え、見たことない。なんでだろう。広島ヤンキー見ない。岡山めっちゃいるけど。広島ヤンキーいないの。見たことない。え、本当に。岡山はね、卒業式とかね、結構いる。駅の近くに。駅に。たまる卒業式、中学高校の卒業式、高校はないか、中学生なのかな、中学生の卒業式とかになったらもう紅白会場みたいになってる。うん、成人式はね、でも言うほどだと思うんだ、中学の卒業式だと思うんだな、一番やばいのが。そう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 、広島はね、あんま見たことないかも。広島は外国人が多い。あの、観光するとこいっぱいあるからよくすれ違います。観光客が多いのかな。うん、田舎はおらんやろ。田舎ほど割とでもいるイメージだけどな。いるイメージってか、多分記念にやる子が多いんだと思うんだ。私の学校はなかったけど、ちょっと遠くに行ったら結構卒業式は特攻服着るみたいな学校はあった。でも、何なんだろう、まあ記念みたいなもんなのかな。オキポはね、普通に普通だったよ。うん、言うほどね、そんなに多いと思うけど、そんなにヤンキー被害はないと思う。そんなに、うん、あるのかな、分からんけど、私は知らないけど、そんなにないはずなんだな。
ギャルオキポみたい。ギャルオキポはね、いつか出てくるかもしれないけど、ギャルオキポか、ジャベリバーみたいな、ジャベリバーって分からんのよギャルがギャルが分からん。私でもね、あの中学校の時、中1の時になんか隣じゃないわ、仲良くなった友達がだんだん学年が上がるにつれてギャルになっていったっていう、変化を見てきた間近で、おおみたいな。キチャはねギャルじゃなかった。ガングロではないけど、つけまつげめっちゃつけてた。5枚ぐらいつけてたんじゃないかな。でもね、なんか全然それ以来会ってないんですけど、中学卒業してから。でもなんかね、あの他の友達曰くね、今はめっちゃもう清楚系になってるらしい。はあ、へえって思った。ギャルなのしか知らないから。ルーズソックス履いてました。ルーズソックス履いてたその子は。先生が怒ってて、なんかね、ルーズソックスは校則違反やね。キちゃん全然ギャルじゃなかった。ギャルの定義があれだけど、人によってそれぞれなのかもしれないけど、普通の JK だった。キちゃんはね、コンソックスだったよ学校の時は。でもね、中学はなんかね、流行りなんかね、なんか中学は紺の短めの靴下が流行ってたんですよ。なんかね、ハイソックスは小学校までだった。小学校までで、なんか中学校に入学したらもうくるぶしソックスの子が多くて、なんかみんな短いなんかハイソックスを履いてる子がいなくて、でうちはね、うちの中学はなんかそんなに規定がなかったから白黒 OK だったんですよ。だいたいみんな黒みたいな、なんか白じゃないといけないっていう中学校もあったけど、うちの学校は黒 OK だったの。でも受験の時に、高校受験の時にみんなが心配しだして、なんか他の学校はなんか白が決まりだから白で行くはずだけど、自分たちの学校は黒 OK だから黒で行って、で面接官に先生方になんかそういう変な目でなんかこう、規則守ってないと思われたらどうしようみたいな話になって、みんなでみんなで話になって、そう私はね結局黒で行ったんですけど、私立もあの普通の公立も黒で行ったんですけど、友達はね白のソックス買ってたでね、なんか集合してその場所に、場所行ったら白の靴下履いてたから、なんかちょっとね面白くなっちゃってね、なんか普通に受かったからそんなにあれだったのかな。集団面接ありました。どっちだったかな、公立だったかな集団は。私立はね、あの個人だった。何話したか全く覚えてないですね。そう、私立は滑り止めでした。田舎は多分そうなんだと思う。都会は逆よね、なんか私立はなんかちょっと敷居が高いみたいなイメージなのかな。面接強そうに、そう、面接全く緊張しなかったです。もう全然全然面接緊張しない人だった。
もう何にも考えずに行ってた。その場でぶっつけ本番で行ってました。でも行けた。結構割とそういうのは得意なのかもしれない。ドラフトとかオーディションとかも毎回なんかなんだかんだ言って全文考えずにその場で言ってた。割と強い方かも、そういうのは。なんでだろうね。くまさんありがとうございます。なんでだろう、綺麗事とか言うのが得意だからかな。割とねペラペラ出ちゃうのかな。なんだかんだ言ってね、全文頭で覚えてますみたいな感じで出すのもどうなんだろうって思って行ったんだな。行ったんだな。よいしょ。配信の台本あるでしょ。配信の台本ない。ぶっつけ本。足が痛い。ちょっと今正座してた。くちゃん高校時代何部？一応写真部なんですけど、まあちょっと幽霊部員的な。エチュードとかうまそう。私ねやってましたよ、劇団でエチュードとか。割と得意でした。割と得意だった。でももうやめて何年経ってるからな、全く覚えてない。モザオキポ、モザモザモザ、モザポー、モザポー。ちょっと Wi-Fi 切ります。切った、切ったよ。自分の Wi-Fi 使ってるんだな。マイケルが幽霊も新幹線に乗るっておきちゃんに聞いたって言ってた。そう、あのね、その話します。なんか生前幽霊は飛んでるじゃないですか、まあ、足がないから浮遊してるじゃないですか、常にね。足がある幽霊もいるのか知らんけど、浮遊してるからあの飛べるのは飛べるんですよ。でも生前心配性だった人とか自分の力を信じれない人とかは、飛行機とか乗ったら落ちちゃったらどうしようみたいな、飛んでる途中落ちちゃったらどうしようみたいな、力尽きちゃうかもしれないみたいな人は割と交通機関を利用する幽霊。そうだから電車とか飛行機とか新幹線でも幽霊が出てくる。そう、生前身長を払った人は行くの。だからバスとかに乗ってるの幽霊。本当にあった怖い話とかでもあるじゃないですか。去年かな、一昨年かな、なんかバスの中で幽霊に会ったみたいな話、あれも生前身長だった人なんですよ。タクシーとかも乗るじゃないですか、あれもそれ。あれもそれなの。そう、皆さんはどうしますか。私は絶対交通機関に利用しますね。ちょっとあのお金払えないけど、ちょっとそこは勘弁してくださいって感じで、場所取らないんで勘弁してくださいって感じでちょっと乗らせていただくかもしれないです。なんか海外旅行とか行きたい幽霊が行くの、飛行機乗って。なんかだから死んだら行ってみたかったところとかに幽霊は割と集まるみたいな。だからね、女湯とかもねいるらしいですよ、幽霊がいっぱい。そういうことも、死んだら行ってみたかったところみたいな。そう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 、ドラマの撮影現場とかもそう、だから映り込むんですって。そういうこと。
そういうことやね。ということは男湯にもいるな。あどうなんだろう、死んだらどうなるんだろう。んーでもね、たまに舞ちゃんとそういう話をする。死んだら一体どうなるんだろうみたいな。うん、まあでも死んでないから分からんよ。うん、ああああ安倍さん、お腹すいた。何食べようかな。カレー食べたいな。カレーが食べたいです。安西先生、タピオカしか食べてないです。そんなことはないけど、嘘だけど。今日かわいい。どうした。今日はね、おきぽだからかな。おきぽだからかもしれないな。あれが好き最近、レトルトのククレの甘口が好きです。美味しい。諦めたらそこでカレー終了ですよ。安西先生、カレーが食べたいです。カレーが食べたいです。カレーをください。私にカレーをください。カレーが食べたいです。うん、ククレはいい。美味しい。甘い。うん、甘いくて美味しい。あらんぐらいの甘さが好きですね。おきっぽはさっき、おきっぽはね、2時間前ぐらいにおきっぽ、ちょっと寝てた。2時間ほど寝てた。5時から7時ぐらいまでちょっとお休みしてたです。でもね、おばあちゃんからメールが来まして、おばあちゃんからメールが来まして、なんだろうな、なんかこう、ゆうちゃんへって結構長めのメールが来まして、ゆうちゃんは昔から好き嫌いをしていますけど、食べ物の好き嫌いは仕事の好き嫌いになりますみたいな、そんなことばっかり言ってると仕事が来なくなりますよって怒られてしまいました。ごもっともでございます。うちのおばあちゃんね、 JK 並みにメール打つの早いからね。昨日もめっちゃ早かった。3時半ぐらいにメール送ったらすぐ秒で帰ってきたからびっくりした。そう、うちのおばあちゃんはね、厳しいです、そういうところ。なんかね、まあ2人いるんですけど、おばあちゃんが、1人のおばあちゃんがね、もうめっちゃね、そういうことに対して厳しい。昔から厳しいです。マナーとか厳しい。めっちゃマナーとか考え方とかもすごい、ちょっと偏ってるところもあるけど、でも大体すごいいいこと言ってる。いいこと言ってる。そう、昔から言われる。好き嫌いは人の好き嫌い、食べ物好き嫌いな人は人の好き嫌いにもなるからみたいな。でも、それは私だって直したいと思ってるんで。おばあちゃん何歳だろう。もうね、80手前かな、70後半ぐらいじゃないかな。そう、遺跡発掘の奥さんの方。そうそうそう、めっちゃ怒られましたからね。ショールーム、何で見てたんだろうかわからないけど、ショールーム期間の私のだらしがない態度を見て、なんか応援してくれる人たちに向かって、あの態度は何ですかって怒られました。そういうつもりはなかったんですけど、すいません。すいませんでした。はい。ショールームね、アプリは入れてるらしいけど、見方わかるのかなって。
めっちゃ怒るの。そうね、ショールーム中に、ね、寝落ちしたりとかして。お母さんは厳しい。お母さんはね、お母さんどうだろう、お母さんね、そんな厳しいのかな、厳しいっちゃ厳しいのかもしれん。コメントは多分、ね、それはね多分ないんだ、機械音痴っちゃ機械音痴だから。そう、そんな感じ。まあおばあちゃんがもともとなんかそういう演劇とかが好きな人で、私を小学校2年生ぐらいにそのミュージカルの劇団に入れたのもおばあちゃんで、私と妹が入って、で妹はねあんまり性に合わなかったみたいですぐ辞めちゃった。2年3年ぐらい、まずでもそれでも持ったのか、3年ぐらい続けて辞めて、で私はめっちゃ続いた。小2から、まあ、小6までその小学校専用のなんかミュージカル入ってて、中1から劇団、高1までやってました。宝塚とか、ああそう、おばあちゃんでも好き、演劇見るの。母方のね方です。そうだから、そういう世界にはすごい目がいいっていうか、そのちゃんと理解がある人。うちのお父さんとかお母さんが全然理解ないから、こういう件に。その前までは全部おばあちゃんがサポートしてくれてた感じですかね。カレーがだんだん食べたくなる。カレーが食べたくなっちゃう。カレーが食べたくなっちゃうよ。そう、いいばあちゃん。いいばあちゃんですね。私はね、おばあちゃんはね、おばあちゃんのことババンって言うんですよね。あんまりないのかな、ババン。ババンババンバンバンのババン。カレー食べたい。カレー食べたい。カレーが食べたい。カレーが食べたいです。バーバならある。バーバじゃないんだな、ババンなんだな。でもおじいちゃんなんだな。お父さんはお父さんなんだな。でもお母さんは母さんなんだなっていう謎の。なんかね、おばあちゃんって言ったら、おばあちゃんはおばあちゃんっぽいから嫌だみたいな、ババンって呼んでます。ババン、バーバではない。そのおばあちゃん感が出る呼び方はダメだった、だからババンになっちゃった。ママパパ、ママパパじゃなかったな。お父さんはねパパって呼ばせようとしてきたけど、お父さんはお父さんだったな。ダディーマミー、ダディーマミー。お腹が空いた。今日23時の女じゃないんだな、今日は22なんです。どうや、何のどやか分からんけど。パトラッシュ、オキラッシュ、パトラッシュ、なんだろうね、フランダーズの犬ほどなんて言うんだろう、なんか報われない物語はないなって。私の小学校のね、あのトラウマはそれとパトラッシュとフランダーズの犬と人魚姫と、あとあの押し入れの絵本。あれがトラウマ、あの3つぐらいトラウマですね。なんだろう、何にも報われない。ネロだっけ、ネロくんかな、何にも報われないんだ。報われない、なんで、何を、もう
ネロ、ネロネロじゃないの、ネロ、ネロ、なんでだろう、あんなに今日カラコンちゃう、カラコンね、持ってるのは持ってるの、でもねつけてないんだ。3月ぐらいにねディズニー行った時に1回つけたんですけどね、カラコンね、今度つけて配信してみようかな、多分あんま変わらんと思うけど、なんであんな、言っちゃ悪いけど胸クソですよ本当に。うん、ネロともうフランダース以外本当にもう、もう周りの登場人物みんなもうダメ本当に。ケンよあれは、もう悲しくなっちゃうあんなの。あダメだ、ナエル、ナエル、ナエル思い出したらナエルね。人魚姫はあれはでもまあなんかすごいそういう愛の形もあるんだなと思ったんですよ、まあ、最後泡になっちゃうけど、まあ、あれもあれでまあちょっと悲しいけど、うん、トラウマだわ本当にちっちゃい頃のうん小公女セーラーもトラウマになって、でも小公女セーラーは最終的になんだかんだ言ってお金持ちになってるから、確かに周りのそのお金の目で変わる先生とかね、あのあれだけど、なんだかんだ言ってセーラーは幸せになってるから最終的に。小公女セーラーはあれです、あのお金持ちの子が貧乏になってでまた次お金持ちになるっていう、あなんですけど、そのお金の量によって周りの目が変わるっていうあれですうん、うん、悲しい。世代が違うよね。見てましたよちっちゃい頃はね、絵本とか、まあ、そのグリム童話とか好きでね。フランダースはかわいそうだった。悲しい時うんおしゃる丸でもみっぺ、キーちゃんキツネじゃないっぴー、あ違うひよこか、キーちゃんひよこじゃないっぴー、本当は怖いグリム童話、なんかねそういうの調べるの好き。でもおきちゃんもマメタだけ最後に一緒にいてくれたら救われるし、あもうそういうこと言わないで泣いちゃう泣いちゃうそういうこと言っちゃダメだよ。なんかもうダース、あだだフランダースの犬ダメだわ、犬ってやっぱいけんわ、何に対してそんな悲しんでるんだろう。でもダメそういうやっぱ犬ってダメだわ、私ハチ公とかもいけないんだ、マメラッシュダメダメダメ、犬飼ってるともう内装になっちゃう急に。そう最近ねあれだからそう犬にね会いたくてね、あれなの、そういうね自分が太いてなんだけど、フランダースとかハチ公とかすごい涙が出るのそうなんでってなっちゃう。そう意見は、そうそうそう、私ね最近ねあのマメタの話するとね涙が出るの、会いたくてね、マメラッシュ。そうでもね、うん、引いてきた涙が、突然の涙が引いた。でもねなんかねマメタ細いからな、細いって言ってもね本当に太らないんですよ、ご飯あげても腰がね、ウエストがめっちゃ細いだからね、ご飯食べさせてるってよく言われるんですけど、本当にねちゃんと餌与えてるんですよ。なんかね胸の方にねいろいろ大きくなんかこう詰まってて、胸の中になんか臓器系がいっぱい詰まってて、あと全部ここなんか細いんですよね。だから上から見た時なんか胸の厚みが見えないから、もうなんかシュッみたいな、
細ってなるんですよ。細い、確かにうちの犬は細い、なんか海外の犬みたいに細い。でもあのちゃんと横から見たらちゃんとあの胸とか厚みがあるんですよ。そう、うん、なんかねウエストがね腰がありえないぐらい細いんですよね、うちの犬は。ボンキュッキュッとからね、キツネほぼ確かに。なんだろう、何犬なんだろう。なんかお母さんがあの耳が垂れてるやつ、ビーグルで、でもビーグル要素は耳しかないから、あとは多分お父さんがね分かんないんですよ。そのお母さんが外で飼われている犬で、これもねちょっとおかしな話なんですけど、毎回ねその外で飼われてるからその妊娠をしてしまうんですよ。なんか避妊をしないのがちょっとおかしいんですけど、手術をね。だからもう毎年ね、世代的に毎年こう赤ちゃんが生まれるんですよ。だから本当に兄弟が多くて、そう、私の同級生にも後輩にも先輩にもマメタの兄弟をその引き取ってる人たちがいて、本当に地元にはそのたくさんのお父さんがフェイスブックでこれマメタの兄弟じゃないかなみたいなことをなんか見せてきて、全然知らない、なんかそのもう知り合いのみたいな、本当に兄弟だったりとかするぐらいなんかその広いんですよね、うん、そう割と多い、ね、またね弟も生まれてね、うん、そうちょっとねさすがにねなんかそれもどうかと思うんですけどな、うん、そう多いの、似たような犬がいっぱいいるので、大体全員ね名前に豆がついてるんですよ。あずきとか、うん、そうみんな豆だって多分何匹かいると思うです。で豆田はその年の兄弟の中で一番最後までずっと残ってた犬で、でなんか最後の一匹だけ引き取り手が見つかりませんみたいな感じでなんか言ってて、それで妹がなんかお父さんに相談して、でなんか会ってから決めるみたいなこと言って、その待ち合わせ場所までもう家族4人全員で行って、お父さんお母さんと妹と私で、したらなんかその飼い主さんがこうやって手に乗せて、何にも箱とか何にもなしでこうやって手に乗せてきて、あ手に乗せて歩いてきて、へーって思って、可愛くてね、そのままお引き取り、そのままうちの子になりました。お父さんがねもうなんか速攻ケージ買ってきて、うん、犬の天然水とか買ってきたからね最初はどんだけね甘やかしというか過保護な育て方をしたんだって感じだけど、分かんなくて、育て方がね、犬の天然水買ってきたから最初の1週間ぐらいずっと天然水で育ててて、さすがになんか犬飼ってる友達にアホじゃないのって言われて、うん、そう最初なんか甘やかされて育ったから、うん、そうそうそう、いや分かんなかったから、うちの家犬とかそんなみんな飼ったことないから、どうしたらいいのかみたいな、とりあえず一番いいやつ買っとこうみたいな感じで、離乳食も最初作ってね、牛乳とドッグフードをミキサーでガガガーってしてね、美味しいのかなこれと思いながらあげたりしてね、懐かしい。それがまあ私が17ぐらいの時ですかね、17、16ぐらいかな、うん、そんなこともありましたね。ゆかちゃん前離乳食食べてたよ、そうよく覚えてますね、こんばんは。なんかね友達からの誕生日プレゼントが、高1ぐらいの時の誕生日プレゼントが、あのムーミーマンの、あムーミーマンパンパースのおむすと離乳食と、なんかちっちゃい子用の卵ボールをもらったんです、誕生日プレゼントに。その時からちょっとおぎゃおぎゃのね、ちょっとあの素質が見えてるんですけど、
もらってて、で配信中にねそれを食べてみたいと思いますって言って食べたんですよね。うどんだったかな、なんか幼児用のうどん、1歳から食べれるうどんみたいな、なんかこういうねヨーグルトのカップみたいなのに入ってるあのあれうどん、もうびちゃ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 、そんな美味しくないし、おむつはね家にあります。うん、まだ使ってない、さすがにちょっとそこまでの勇気はない。うん、そう、味が全くしなかった、美味しくなかった、美味しくなかった。おむつ、おむつはね、おむつはちょっとアイドルだからそのトイレ行かないし必要ないかなって思って、うん、さすがに使わなかったですね。まだね理性は残ってる その今でも確かに赤ちゃんにはなりたいけど、その今日もね舞ちゃんに言ったんですけど、そうね、私に今理性がなかったらもう外とかで泣きわめいてるし、家でも泣きわめいてるし、なんかあやされたい願望はあるのね。でも人間理性っていうものがあるからなんとかなってる。そう、赤ちゃんになりたいけどでも人としての理性があるからならないの。うん、まあそこはねやっぱり大人としてね、18歳だからわきまえますよ、やっぱりね。うん、そこを残さないとちょっと危ない人になっちゃうからね。え、そう、そういう結構深い話をよくしてます、 Q さんとは。今日はその話をした。うん、崖っぷちギリギリ、そんなこと言うなよ、そんなことないよ、そんなことないよ。パン、最近ねよくいろんなのなくすからねシールつけてる、見えるかな、この串におでんのシールつけてる充電器にもねおでんのシールつけてる。やっぱなくさないようにね名前書いとかんとね。そう、おでん、おでんのシール染めるなら何色に、ピンク、紫、シルバー。なんで選択肢が全部奇抜なんだろう。ピンク、紫、シルバー、シルバーかな靴見つからないです、靴なくしたんよね。そう、自分のっていうアピールだよ、名前のアピールだよ。ああ、メガネ、あー疲れた、いや、ただただ腰がピキってなった、あー、あかんあかん、腰ピキった、いたたたたた、ざましんどい、ひどいぜ、あー、ほう、いたたたた、ほんとに行っちゃいけないところになんか骨なんか移動した気がする、あぶねー、うん、ちあぶなかった、魔女の一撃、そう、西洋では魔女の一撃と言われている、ぐり腰になるとこでした。だ。
あ、もう大丈夫です。まあ、ちょっと痛いけど。ハイポーワイパー。ギーシャブ太郎元気？シャブ太郎死んじゃったよ。もうとうの昔に。もうすぐ23時やで。オッケー、そろそろ終わろうかな。中村さんが終わらないと。まあでも終わろうか。ちょっとお腹すいたし。お腹すいたし。本当に腰が痛いんだな。よいしょ。うん。52分。あと52分。晩ご飯遅い。そう、食べには行かない、買いに行こうかなって感じ。ちちちちち、そろそろね、団地を読みます。ライブ読みます。よろしいですか？ですか。カレー作りたい。じゃあ読めます。13位七島丸さん、ありがとうございます。そして12位が365日の幸せさん、ありがとうございます。そして、11位が中心さん、ありがとうございます。で、10位がヤスさん、ありがとうございます。そしてミエン、9位がジ、違う、あ、ジップさん、ありがとうございます。で、8位が斉藤さん、ありがとうございます。そして7位がリークスさん、ありがとうございます。6位が召使いネコットンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして5位がミニピンさん、ありがとうございます。そして、4位が神奈川のおつさん、ありがとうございます。13位から4位までの皆さん、ありがとうございました。そして変わったりしてない男女、待って、誰かよ、私な、あれ読んでない、もしかして読んでない人いる？あれ？読んだか。はい、じゃあ3位がですね、マッカさん、ありがとうございます。そして2位がトートーさん、ありがとうございます。そして、1位がハニオさん、ありがとうございます。あ、変わった、ちょっと変わった人だけ読むとこ、ユニバーサリーさん、イカミカさん、イカミカちゃんが変わったのかな、ヤスさんも変わったのかな。ちょっとね、もうさっきまでの記憶力が5秒前のことが忘れてないかもしれん。ありがとうございました。ということで、まああともうちょっとしたら終わろうと思うんですけど、全くね、このベッドに座ったら顔が見えないっていう、あ、こうしたらいいのか。うん、チュン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 。最後に何かして終わろうかな。何がいいですかね。じゃあね、最後にケーキ漬けにね、ケーキ漬けに、まあちょっとでんぐり返しでもして終わろうかな。
私の華麗な前転をお見せしたいと思います。ちょっとベッドで、実はねベッドがリクライニングになっててこうなってるんですよ。ここがね、そのリクライニングのね、こう上がってるところのね、ここがね坂なんですよね。だからね割と滑れるんじゃないかなって思ってるんですけどね、これ折りたたみだからねそんなに耐久性がないからちょっと大丈夫かなって思うんだけど、最後にちょっと腰は大丈夫、腰はねこうやったらいける。うわっよし治った。じゃあ最後に私の華麗な前転で終わろうと思います。チーターみたいな、チーターやばい、チーターがやばい、割と距離的には大丈夫だと思うんだ。皆さん OK ですか？ OK？ 見ててね見ててね、私の前転を華麗なる、いきますね、いくよ、いくよ、いくよ、いこう、もうちょっと離れたら行きます。ああ怖っ、すごい、どうですか、思った以上にね距離が短くてね壁が近かったどうですか、普通に前転した、そうですよ普通に前転しますよってことで普通に前転 しましたけど、まあ、お休暇も前転ができるということで、後転ができなくてねちょっとそこは今後の課題かなって思ってるんですけど、後ろはね怖いんだな、体育の授業のちゃんとしたマットじゃないと怖いんだな。しかもこうリクライニングになってるからこうなっても坂でまたこうなる可能性が出てくるから、前しか、回らね、前しか回らねこのベッドでは耐久性がないから奥歯噛みしめもう後には引けねえ、トゥン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 、バク宙は無理ですね。後ろにじゃあ回って終わろうかな、最後に。じゃあ後ろに回って終わります、最後、最終的に。そしたら終わる、それが最後。でもね回ったことないんだな後ろは、怖いな、本当に怖いな、どう言ったらいいんだろう、どう弾みをつけたらいいんだろう、うん、いきます、ふん、あー動いた、ベッドが動いた、今ベッドが今ドーンって、やっぱね距離が短い、あ、ちょっとそういうことで、今怖かった怖かった、高志がいないと危なかった、そんなことでまた明日お会いしましょう。バイチャラポ。バーイ。お疲れ。おやすみなさい。切ります。3、2、1、チャラボー。